長光寺は、愛知県豊田市にある臨済州東福寺派の別格寺院。三号は、修雲山。本尊は十一面観音。海山は、太陽義沖。県務二年三河国異上主、中条秀長が、母大寺として、太陽義沖を招聘して創建。当時の寺域は、南北五町余り、東西四町余り、十八坊に及ぶ達中が、立ち並び、 地域最大の寺院であった。室町時代中期、応仁の乱後、中条氏の衰退と共に衰退。永六十年には、あまりの異様にしろと間違えた、織田信長の陛下によって消失した。天正十一年、信長の家臣で、衣城代の横政勝が、再興した、長光寺で信長の一周期法要を行った。その際に、日本の歴史教科書にも掲載されている。 鹿の元秀筆の、資本着色、織田信長像が寄進された。元六年間本堂、栗を、お立て。元本堂は、昭和50年代鉄筋コンクリート造りで、再建されたものである。長江寺を中心に住民が増加し、寺院への供物を受け持つ地域を東西に分け、長江寺麻久禅寺という地名が設定された。これが、今の地名が寺の地名と、 同じになった起こりである。江戸時代には、長江寺村となり、衣藩の領地の一部であった。城下ではなく、農村集落で約400石ほどであった。明治時代中頃に、周囲の村と合併して根川村となり、さらに、明治39年、城下と合併して、衣町となった。資本着色、織田信長像、鹿の元秀筆長江寺には、 金泥棒の昔話、長光寺の金のがある。泥棒に盗まれた金が、長光寺小石やポンワンワン、返しておくれんポンワンワンとなったという民話が、語り継がれている。詳しくは、外部リンクを参照。名鉄三河線上衣駅から徒歩30分、衣を、衣と表記するようになるのは、天那元年、本田家が藩主となってからである。信長の改名は、 創建因伝像大償国一品、安氏岩尾尊義であるが、これには、天徳因伝一品,品前右小二岸清安、大前城門と書かれている。憲本着色仏根半ンズ、愛知県、2013年6月4日閲覧。資本着色、織田信長像、か本も秀室、愛知県、2013年6月4日閲覧。 憲本着色無衣装元像。愛知県。2013年6月4日閲覧。憲本着色札観音像。愛知県。2013年6月4日閲覧。憲本僕が33観音像。愛知県。2013年6月4日閲覧。憲本着色太陽全寺像。愛知県。2013年6月4日閲覧。 ABCD 指定登録文化財一覧豊田市2013年6月4日閲覧ありがとうございます